ショーだったマークグリーンパスポートおさかひろしトマトはマグミクーロンお魚柄のひとぴょぴつ毎日眠い人ジャンマッサー史跡大は南京コットン K ぴょっぴらいすけ京都タワーその寺院大吉481区ゆきんこ分香港あらイッペまたコットン浜のりょうちゃんみかん,んなおなす <laughs> 伊吹舞神楽ありがとうロブ。ペンゴ。四十五スパスパ。しげら後マーク、ふっぴおし、丸尾ミロ。バックフリップ、正進行、オレンジのおじさん、たけしさん、村ちゃん。こんばんは。広島県出身、二十一歳の、ふっぴこと藤本ゆかです。こんばんは。今日は、伊田さんの生誕祭でした。それで、チームいこう。 園のフェスティバルっていう公演があったんですけどそれの2分間 MC を私が今日は私の番でしたありがとうございます今日は私の番でした <laughs> いつも12時ぐらいに DMM さん更新されるのであとやっぱ15分ぐらいで多分今日の「 アーカイブが DMM さんの方で配信されるんじゃないかなって思うのでまさかフェッピーが出るとはって思ってたりした人はぜひ見てください <laughs> DMM さん撮ってない方は撮った方がいいと思いますこれはセールスマンっていうわけじゃなくて自分が実際に毎月私もお金を払って毎月 DMM さん撮ってるんですけどいいと思うからです そう、どの公演も見れるしねこうこういうなんか公式に発表されて推しが出るよっていう公演もはしっかり見れるけどそうじゃなくてこういうなんか例えばバックダンサーで出演とか2分間 MC で出演とかなんか発表されないところで出演していたっていう時にこうあ見れるっていうのがあったのねそうふぴぴさんも毎月やってますよ。 撮ってるのでそう今日は私だったのでぜひ見てくださいねすごい久しぶりでしたね私はすごい回ってくるのが遅いのでねやっと回ってきたんですけど今日がたまたま伊田さんの生誕祭で伊田さんと私は同い年なんですよ SKE で同じ あの年齢の人は私と井田さんと新井さんだけなんですけど今そのうちのお一人なのですごい同い年の方がちゃんとね一応同い年だけど私は誕生日が早いから4月に21歳になっちゃったんですけど井田さんも今日21歳になったということですごい一緒の年の方にあの方の生誕に。 の時に2分から2ができててっったなって思いました今日話した内容は一応来てない方もいると思うのでまあ中身はね話さないんですけど1年間でちょうどねあともう4週間ぐらいでお披露目から1年経つのでデビューして1年経つけど私がどんな風に成長したかっていう成長したことを今日は話しました。 んで今日はもう1年の総括みたいな感じでこう1人だけで喋れる機会っていうのがこの2分間 MC ぐらいしかないので今日はたくさん話したいことを話したので良かかったかったなて思いますすごいなんかいい感じで話したいこと全部収まってチャイムもいい感じにあーってならずに結構話したいこときっちり話して終われたので今日は結構良かったんじゃないかなって思います。今までは結構 時時間があまり過ぎちゃった時だったたのかなえもう忘れちゃったけどきちっといい感じでっていう感じが今日が3回目だったんですけど一番なんか今日が言いたいことを全部言えた感じがしたのでよかったなって思いました <laughs> 見てましたよよかったありがとうございます キムさんかわいいありがとう。ジョーイさんやめないやめないでやめないよふよぴさんは。ふよぴ面白かった。え面白かった <laughs> よかった。よかったです。 いききなり出てきて驚いたよ本当よかった久しぶりだったからね結構何ヶ月ぶりからなかなかね回ってこないぜひあと10分ぐらいかなで DMM さんで配信なのでぜひ見てくださいねお願いしますそしてですね AKB48 気になってる方もいると思うんですけど AKB48 グループ全部と s h o r o o m さんのコラボ企画でまたあのー、イベントがあるんですよ。そそのー東京ガールズコレクションとそうに出れるよっていうイベントがねまた始まるのでここに多分ね参加表明しなくてもここに勝手にまたねこの前の SKE 同様 またここにゲージみたいな今あなたないんですよみたいなやつが今後出てくると思うんですけど私は参加しないのでよろしくお願いしますなので今まで通り配信をしようと思いますでも別になんだろうなまだわかんないけどそう今回は立候補せあそうなのそうなんだじゃあここには表示されないのかな私は 関係ないのかな分かんない詳しく分かんないんだけどとりあえず私は立候補しないっていうことを伝えておきますねお先にはいそうですねでも普通に普通に私は配信をするので普通にしてくださったらいいなと思いますこれからも <laughs> 時間がある時はまあ何だろうな 昨日とかみたいに40分50分とかいう時もあれば今日みたいに15分とか忙しくなったらパチって切ったりとか全然あると思うんですけど普通に何ら変わりなく普通の配信をするのでよろしくお願いします。どんななイベントなら参加するあそうですねあのあれですねあの私が思ってるのはどのイベントなら参加するっていうなんだろうな ショールームのイベントに1回もまだ参戦してないんですけどあのこのイベントだから参戦するとかこのイベントだから参戦しないとかそういう気持ちで決めてるんじゃなくて今私はですね前も言ったんですけどすごい出たいですよ出れるならでこの前のポップティーンとかなんだろうこの前のライ n e とかももしできるのであればそれはみんなどの人でもね出たいと思うんですけど。私にはねちょっと今 やるべきことが違うなって自分で思うのであのどんなことがあっても今はあの参戦しないですねすごい。テレビに出れますよとかあっても多分私は今は参戦しないと思いますね。もし1日15分でも入れるよっていうんだったらやると思うんですけど。 あのショールームの期間はその先輩たちとかがやってるのを見ていたり同期の子が立候補してるのを見たりするとやっぱり1日かけて何回にも分けて配信をしたりちゃんとねやるってなったらファンの方もあの本気になるしこっちも本気でやるからすごい毎日3時間っていう決められた時間をこう。 何回にも分けて星集めの時間とかも考えて毎日ねこう決まって配信をしないと難しいと思うんですよねでも私は今はあのメールを取ってくださってる方はメールに書いたんですけど今とても公演に出たくて私は公演に最近は出れるようになって今青春ガールズ公演と「手をつなぎながら公演」と K2 さんの公演に出させていただけるようになって。 あとはバックダンサーとかも出していただけるようになってでずっと出れなかったから最近本当にもっともっと頑張りたいなって思っててそれに練習を頑張っててだから一日中そのお家にいて30分を何回も配信したりとかっていうのは今はできないなって思う気持ちがあるのと。 私は今はそのたくさん練習をしてその成果をあの公演に出して見てもらうのが一番今自分がやりたいなっていうことだからそうしたいですねそうですねかなって思います私は今はねそう。 他の公演も出たいしいろいろ頑張りたいなって思うから別になんだろうイベントを選んでるとかそういうわけじゃなくてどのイベントが来てもショールームのイベントに関しては今はできないかなって思いますこの前ファッション保有のイベントに賛成したのはファッション保有は私自身がこう時間に拘束されずになんだろう私自身もちょっとポチポチやってたりをしたけどほとんどはファンの方が。 頑張っっってててててくくださっていてっていうのが大きくて私は練習を頑張れたしその間にファンの方は私の代わりにポチポチ頑張ってくれたのでそれなら挑戦してみようかなって思ったんですけどファッション保有はそういう気持ちでやったんですけどショールームに関しては今は私はやるべきではないかなーって思いますのでそれを。うん そういう気持ちですよっていうことですね。別に選んでるわけじゃなくて。今は違うかなって。思うので。そうですね。講演に。出たい。<laughs> <laughs> と思いますね。うん。<laughs> そうなんですよ。でもやっぱり。 前も握手会の時に何人かの人に言ったりもしたんですけどこうなんだろうなうーん私自身で分かってるし公演に出るか出ないかっていうのは自分で決めてるわけじゃなくてその決められるものなのでなんだろうどの公演に最近出てないから練習してないんじゃないかとかできてないから出れないんじゃないかとかそういうのは 決めつけなないいいでほしいなって思いますね出たくないとかじゃなくてなんだろうな自分で決められないものなのであれはなのでやってないとかじゃないので <laughs> そうちゃんと温かい気持ちで待っていてくれたらいいなって思います毎日レッスン上に行って頑張っているのでそうだからそこはね頑張ってほしい。 分かって欲しいなっててしいいな思そう私もねいろんな公演に出たい気持ちは山々なんですけどやっぱりスケジュールの兼ね合いとかいろんな兼ね合いがあるみたいでその「出るぞ!」ってなったら「できる」ってなったらすぐ「はいじゃあもう出るよ」っていうものでもないしアンダーはもっとなんかすごい何面も減ってるけどやっぱりその。 次の何日に出てねって言われたりするのがあって分かってほしいなってすごい最近は思うこともすごい増えてショールームでもやっぱり公演情報だけは絶対に言えないんですよって言ってるのにまだ聞いてくださ聞いて来られる方もいるのでそこは分かってくださったら嬉しいなと思いますそう全部頑張ってるので。 出てないとき出てないイコールやってないではないですのでお願いしますそこをお願いしますねいろんなね兼ね合いがあるみたいなのでそうですね お願いしますお246日連続配信中ありがとうございますあと5分だやあ危なかった今日はギリギリでしたね危ないあと5分だったセーフ246日もあと4日で 250日だぴったりいい感じセーフだってたねあと5分のところだったね危なかったでも今日は伊田さんの生誕祭ですごく出れて嬉しかったですね せそうですね私もこのイベントには参加しないけど毎日はショールームをやるので来てほしいですねそしていつかねいろいろちゃんとなんだろうな今ならできるかなって思う時がいつか来たら来た時にタイミングよくこういうまたショールームのなんかイベントがあったらやりたいなって思います、まあ、今はのんのんのんですね 今はちょっと公演を頑張りたい感じなのでそういう時のためにあのはそういう時がもし来たら応援してほしいですねあとはもう私の今年の願いはもう一つ握手三部制になりますようにっていうことを祈っていますそしてまた3部制になったら3部もちゃんと完売させたいしそ,そういうところで 頑張りたいのでパチパチって感じですえー、出るのかなここの今ないですよみたいなゲージわかんないな わかんないんですよねもしかしたら出るかもしれないし出ないかもしれないでも出たら出たで気にしなくてまたいつも通りここになんかあるのは気にしなくてまあ、出なかったらこんな感じでいつもと何も気にしなくていいしって感じですということでランキングを読んで終わりたいと思います13番サタン12番大阪ひろし11番アッシー10番タクイト9番パルク8番ム7番シゲラットマークユッピオシ6番ショートアットマーク5番 山さん4番山可愛い封鎖推しかな？3番平野先生2番みつくんアットマークへっぴよし1番ビンゴさんです。ありがとうございます。嬉しい！1771人の方ありがとうございます。ギフトコメントありがとうございます。明日からも別に普通の配信をやるので、来れる時に来てくださったら嬉しいなと思います。 今日はギリギリだったけど間に合ってよかったです。ちょっともうギリギリ説の日々がある時もあるのでそういう時は朝やったり夜やったりするかもしれないけどお願いします。1839人の方ありがとうございます。キルちゃんバイバイ。